ター優勝戦 G1 で三つぐ買えなかったんで今日ここで三つぐで勝負しました。絶対王者、絶対王者、頼む三つぐ頼む、頭で頭で三つぐ頼むぞ。激戦必死の優勝戦12レース、ブルーランプが消えていきます。5秒を切りました。3秒前、ジルダカップ優勝戦スタートしました。1番松崎のスタートは上々、そろった10メートルラインが誰が出るか。インコース2番の森本裕介、いや真ん中から5番の浦田慎介トップスタートだ。乗っていくように8番の荒尾聡、1周目の3コーナー5番の浦田慎介が松崎の直後、さあ果敢な攻勢を仕掛けていきます。4コーナーを立ち上がりました。松崎のペース、実に約8年ぶりの優勝へ1番の松崎が飛ばしていきます。5番の浦田慎介トップスタートから、さあ松崎を射程に捉えている2周目の3コーナー、このツッコミはどうか。決まりました、5番の浦田、追っていく3番手に8番荒尾聡という体勢、その後ろ6番の佐々木圭が中段4番手を進んで、さあ5番の浦田の先頭もつかの間か。8番荒尾聡が睨みを引かせている、もう一度1番松崎もやり返そうとしている。さあ先頭8番の荒尾聡、一方7番高橋みすぐが現在6番手で苦戦しています。外は3番の滝下純平、4番の東尾正道が5番手を進んで、最後方2番の森本裕介、終盤戦に入りました。先頭は8番の荒尾聡、2番手交代5番の浦田慎介、3番手1番松崎陽介に迫るのは6番の佐々木圭だ。さあ先頭は8番の荒尾聡、リードを築きつつあります。やはり本番でしっかりと決めてくる8番の荒尾の残り2周回、もう一度迫る5番の浦田慎介、復活の兆しが見え隠れしている5番の浦田慎介、トップスタートで先頭を奪いましたが、荒尾の前に2番手でやちょっと苦戦している。1番の松崎3番手、6番の佐々木平が4番手、高橋筒はようやく1下げて5番手となりまして、ブルーフラッグが振られました。地元エース8番の荒尾聡、堂々と先頭だ。2番手5番の浦田、3番手は1番の松崎、6番の佐々木圭が迫る、3番手は最後まで、さあもう釣れそうです。松崎か佐々木圭か、荒尾聡完全優勝。さあコンテスケアサポート公営プレゼンツジルダカップ優勝は荒尾聡選手です。さあこの後長富さんも登場となります。ケアサポート公営プレゼンツジルダカップ優勝、荒尾聡。有限会社ケアサポート公営取締役長富隆様よりケアサポート公営賞が贈られます。優勝、荒尾聡殿、あなたは飯塚小型自動車競争場において開催されたケアサポート公営プレゼンツジルダカップにおいて素晴らしい技量を発揮し、当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和3年1月30日有限会社ケアサポート公営代表取締役長富美幸代読、おめでとう。ケアサポート公営プレゼンツジルダカップ優勝しました荒尾聡選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。完全 V での優勝となりました。今のお気持ちいかがですか？はい、飯塚を代表する選手だった長富さんの冠レースで、飯塚ワンツースリーできて、はい、よかったと思います。優勝を飾りました。今節3日間を通しての車の調子はいかがでしたか？部品交換いろいろして、日に日に良くなってきてました。本日試走が2位8位でした。試走からの手応えはいかがでしたか？試走の感じは今節でも一番最近の中でも感じよく乗れたので、もうちょっとタイム出てるかなと思ったんですけれども、感じよくは乗れました。本日のスタート10戦から7車並びのスタートでした。ご自身での手応えいかがでしたか？スタートも、有吉さんにいろいろ聞きながら、試行錯誤して、今日の朝練からすごく感じが良かったんで、はい、自信持って切りました。いいスタートから
前の選手をさばいて後ろを少し離しての入線となりました。道中はどのようなお気持ちで走っていましたか？そうですね、もう先頭立ってからは、もう自信持って開けて自分のコースを走りました。今節勝利を収めました。次節はまたここ飯塚で2月6日からの開催があります。意気込みをよろしいですか？はい、来節ですけれども、明日からもミッドナイト等が4日間ありますので、そちらの方もぜひ皆さん、電話投票等でご購入よろしくお願いします。それでは最後に応援してくださっているファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、寒い中最後まで残っていただいてありがとうございます。来節も一生懸命頑張ります。引き続き、ミッドナイト等と楽しんでください。今日はどうもありがとうございました。キアサポート公営プレゼンツジルダカップを制しました荒尾聡選手でした。おめでとうございました。